それでは第66回チャレンジカップ、こちらの方の予想を始めたいと思います。このレース、12月開催と 1800m での施行となったのが今年で4年目というあたり、傾向はある程度出てきたっていうところもあるんですけれども、基本的には中波乱ぐらいは起こるんじゃないかなというところです。で、結構9番人気あたりの馬が馬券になるというあたりでね、ガチガチなところばっか狙うのではなくて、ちょっと、馬券的にも美味しいところを入れ込んでいきたいというふうに思います。前走成績では1600万下やオープン戦の勝ち上がりの馬、そういった馬が連続好走というパターンや、重賞で、10着以下というわけではないんですけど、8着ぐらいで負けた馬の巻き返し、そういったのが目立つレースというところになります。基本的にはそんなにレベルが高いといってターレースではないですね。ちょっと、オープンに毛が生えたぐらいの受賞というふうに考えたいです。血統面ではキングカメハメハ3区というのが優秀で、ここにはブライアンズタイムの血がよく効くというあたり、ロベルト系の血というにはちょっと注目をしたいかなというふうに思います。パワーとスタミナがあるようなタイプ、そういったところになりますね。客室面では、開催移行する前は結構先行良かったんですけれども、今 1800m になってですね、圧倒的に差しが有利というあたりで、後ろから行くタイプを、軒並み狙い撃ちというパターンで馬券を当てたいというふうに思います。枠順面では特に偏りがないというところで、順番に見ていく感じですかね。特に絞る要素にはなりません。本命の方は10番ヒストリカル、こちらにしたいと思います。過去3年で見ても、斤量の方で言えば55キロ以下が本当にいいんですけれども、この馬は、オープン戦で言えば勝ち上がってきてるっていうところと、後ろから行くタイプというあたりでね、条件的には揃ってきてるかなというところもあるし、今の阪神開催はディープインパクト3区が非常に走ってるので、そのまま、調子のいいところを狙っていくというふうになります。やや図面のところもあるんですけれども、あんまり関係ないんじゃないかなというふうに思いますね。なんだかんだメンバー中ではいい足使えてるので、期待は高いんじゃないでしょうかというところになります。あとフルキーも結構気にはなったんですけれども、去年も3着じゃない、2着ですかね、来てるんですけれども、その時は55キロですね。それから56キロ以上背負うようになって、あんまり成績としても安定してないというところありますので、今回はちょっとお休みというところにします。対抗の方は7番のシベリアンスパーブ、こちらにしたいと思います。1600万下を、中段ぐらいですけれども、そこからビシッと刺してきたというところで、評価して狙っていきたいというふうに思います。結構人気ないだろうというところで、うまみはあると思いますね。現在単勝11番人気というところで、あれ要素はあるんじゃないかなというふうに思います。このレース自体が距離延長よりも距離短縮のがいいというところで、ちょっと気にはなるんですけれどもね。血統的には全体的に重めというところもあって、パワーとスタミナの方には問題ないんじゃないかなというところで、一発面白みがあるところを狙っていくという感じですね。斤量も54キロで魅力的だというふうに思います。他を抑えてくるのが17番のデウスウルトですね。騎手も土曜日、最近よく活躍している武騎手というところに乗っかかろうというところになります。ちょっとここ3戦は不甲斐ない結果にはなったんですけども、休み明けというところで心機一転走ることを期待ですかね。休み明けは走るタイプじゃないかなというところに、思うので、いいんじゃないかなというふうには思うんですけどもね。後ろから行くタイプというところと、血統的に言えば、金亀3区ですね。母父3年サイレンスっていうの結構相性いいので、そういったところが面白いんじゃないかなというふうに思います。
あと1頭、5番のアクションスターですね。こちらを狙っていきたいと思います。まあ、前走は休み明け走って、まあ、前が有利な感じで、まあ、全然届かず、まあ、それでも上がりだけはメンバー中最速だったというような状況ですね。まあ、一回叩いて上がり目があるんじゃないかなというところと、まあ、血統的に言うと、まあ、母乳の方がですね、まあ、ロベルト系になるというあたりで一発面白いんじゃないかなというところですね。斤量的にも53キロの、池添騎手というあたりで、面白みは非常にあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、阪神1800メーターも、まあ、前回は負けて、その前は勝ってると。まあ、そこでオープン入りして、まあ、ちょっとそこから好成績は出てはいないんですけどもね。まあ、展開一つかなというふうに思いますね。まあ、あとは、内目の枠にもなるので、そこら辺のさばきですかね。まあ、人気はないので面白いというような感じですね。まあ、予想の方は以上となります。ご視聴ありがとうございました。